まず一つ目は、人は三つのタイプに分けられるだな。三つ？ああ、それがギバー、テイカー、マッチャーの三つだ。ギバーは与える人、テイカーは奪う人、そしてマッチャーはバランスを取る人だ。詳しく説明していこう。はい。ギバーは見返りを求めずに、まず先に相手に与えようとする人だ。例えば、道で困っている人がいたら、どうしましたと自分から声をかけるし、旅行に行ったらお土産を買ってくる。ゲームで強い武器を見つけたら、自分が使うより真っ先に仲間に与えようとする。彼らはとにかく他人に与える。見返りを求めずに与えるなんて素敵ですね。はあ、逆にテイカーは奪う人だ。テイカーの頭の中にあるのは、ひたすら他人から奪い取ることだけだ。道で困っている人がいても、自分には関係ないと考え、お土産を買ったことはない。ゲームで強い武器を見つけたら、迷わず自分が使う。すべて自分にとって得かどうかで考える。自分の有利になる関係に持っていき、相手よりも自分の利益を優先する。テイカーにとって世の中は、食うか食われるかの熾烈な競争だ。なるほど。テイカーは与えたりはしないんですか？テイカーが与える場合は、見返りのある場合だけだ。例えば、学校で頭のいいやつに親切にしておけば、自分が宿題に困った時に教えてもらえるから得だろう。その場合は仲良くなろうとする。逆に自分にとって全く価値のない人間はゴミのように扱う。それが奪う人、テイカーの特徴だ。怖いな。そして最後はマッチャーだな。マッチャーは自分と相手とのギブアンドテイクのバランスを同じくらいに保とうとする人だ。お土産をもらったら必ずお土産をくれた人にお返しをするし、食事をおごってもらったら必ずお礼を言って、次の食事はおごろうとする。勉強を教えてもらったらジュースをおごったりして借りを返そうとする。こんな感じでマッチャーは相手から与えられた分だけお返しして、与える割合ともらう割合のバランスを 50% と 50% に保とうとする。ちなみに大抵の人がこのマッチャーだ。確かにお土産をもらったらお礼を言って何か返そうと思いますもんね。はあ、基本的には人間はこの3つのタイプに分けられているんだな。